こんにちは、フライです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。ですね、最近1日1ダンスばっかり上げてて、普通の動画は1本も上げれていない状況なんですけれども、ちょっとねやることが多すぎて、でもやっぱり何か動画こう皆さんにお届けするようなコメントついている動画を出した方がいいかなと思って今撮ってます。ちょっとね仕事量が尋常じゃないんですね。やることが多すぎてもうてんやわんやです。1日の24時間の時間の中で、もちろんねもっとこう時間切り詰めて詰め込んでいけばもっと仕事できるんじゃないっていうのはもちろんあるんですけど、やっぱねこの1月2月3月年明けて3ヶ月生きてみて、人間って動ける時間の幅に限界値があるんだなってひしひしと感じてます。一日の中でできる仕事量なんて大したことないです。まあそれはね僕のねこのキャパシティの狭さなのかもしれないんですけれども、はい、まあなんとかね本当はね皆さんに届けたい動画あるんですよ。例えばドラゴンとか後世エイトロックスのユイカとかとこうサイファーした動画とかねあったりするんですけれども、それもねもちろん出していいかっていう許可をもらってから出さないといけないんで、編集自体は終わってるんですけれども、ちょっとそれ以上進めていないっていう状況ですし、D リーグですね、後世エイトロックス、いよいよ大詰めみたいな、ね、期間になってるんで、今日もね、後世エイトロックスの試合があると思いますし、もうぜひ応援してもらいたいなと思うんですけれども、はい、まあなんかそういう動画も撮ったりとか、あと、ファウンドレーションで、アーシャ撮影をした動画とかもあるんですけれども、それもまだ全然編集終わってないですし、マジでちょっとねやることいっぱいあるんですよ。っていうかまあ僕の仕事量の一日のできる少なさが原因だと思うんですけれども、僕が今抱えてる仕事としてはあれですね、3月18日19日に福井県の産業会館でダンスを含めたパフォーマンスをする、3月18日産業会館、3月19日高校生のダンサーやラッパーがパフォーマンスするイベント、高校生スーパーパーティーっていうのをやるんですけれども、その両日のパフォーマンスコンテンツを作っているで告知しているっていうのもありますし、4月の1日2日で、福井でもう一番ダンスイベントででかいと言ってもマジで過言じゃない2日間でね、キッズ高校生以下のキッズダンスチームが何チームだっけ185チームかな、それぐらい集まるイベントをやるんですね。なのでなかなかね2日間でそれだけのキッズダンスチームが集まってダンスイベントをやるっていうのは全国どこ探してもなかなかないと思うんですよ。まあそういうイベントをやるし、その中で同日開催で、オールスタイルのソロバトル、キッズ高校生以下のキッズ向けのソロバトルが4月1日、で4月2日は、B-Boy B-Girl の 2on2 大学生以上の大人が参加できる B-Boy 2on2 っていうのをやります。はい、で、4月はねもちろんアドバンスター、春のキャンペーンみたいなこともやってるので、4月アドバンスターぜひねダンスレッスン新しくダンスやってみたいなってこう遊びに来てくださいみたいなこともやるんですね。なのでそれの告知のなんか動画とか写真とか作ったりとか、まあ文章作ったり SNS 更新したりチラシ作ったりみたいなことやってたらいちいち終わるんですよね毎日。はい、SNS の更新なんかも僕やってるんで、いやそんなのまあ誰でもやってますよと、別にお前だけが仕事量半端ないわけじゃないですよって、そらそうなんです、そらそう、もう僕の個人的な僕の中でのキャパシティが超えてしまっているっていう状況です。その中でもね、1日1ダンスを更新しつつ、なんかね、ダンス継続して頑張ってますよと。もちろんね、このアドバンスターっていう自分のダンススタジオを盛り上げつつ、プレイヤーとしてもある程度の実力を落とさずに、やっぱり説得力がある状態を作っていきたいなっていうふうに思ってるので、頑張りたいなっていうふうな毎日が、1日1日とあっという間に過ぎているっていう状況です。皆さんはどうですか？大変じゃないですか？一日一日。毎日、こう、仕事行って、まあ、帰ってきてね、ご飯食べて、まあ、ひょっとしたらね、ちょっと遊ぶ時間があったりとか、
仕事が終わんなくて残業してもうあとは寝るだけみたいなね、すごい大変な皆さんも多いと思うんですよ。でもね、お互いこうね、僕も頑張ってます、あなたも頑張ってます、他の皆さんも頑張っているとそういうね、お互い頑張ってるんだっていうのはね、何かしらのこう支えになりつつ、一日一日を過ごせていけたらなと思っております。マジでね、早い、一日一日が。もうだって2023年明けたと思ったら、もう1月終わって2月終わって3月なんで、3月もこのままやと、だって僕18、19にイベントやったら、ああもう4月1日、2日イベントやらなきゃ、プラス4月の、アドバンスターのお知らせしなきゃってやってると、7月に発表会ありますとかね、いろいろもうタン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 でもうあっという間に毎日過ぎていきそうなので、もうね2023年ももう終わりです。今年1年ありがとうございました。またね、2024年もぜひ皆さん、この、フライのブレイクダンスチャンネル仮、かっこ仮、よろしくお願いいたします。それでは皆さん、また。